いただきます。お腹は空いてます。なんかさ、私も持ってる。ほんとすいません、超どうでもいい話なんで、適当に聞き流してもらっていいんですけど、一条寺ひかるさんハートありがとう。これは聞き流さないで。一条寺ひかるさんハートありがとうは聞き流さないで。ネズミキャンさん、直吉さんハートありがとう。トラック野郎さん、金色だるまありがとうございます。今からどうでもいい話するんですけど、なんか今目の前にこのまつげ美容液があったんですね、朝使ったから。 5.3g って書いてあった。あ、見えないわ。 5.3g って書いてあって、いや5でよくないか、6にしてくれないと思っちゃった。急に今目の前にあって、5でよくない。私的にはね、 5.3 も入ってるの嬉しいですけど、その 0.3、 じゃあその 0.3 6にしてよみたいな。5.5 とかさ、ごめん、目の前にあってさ気になっちゃった。てっちゃやさん、ポップさん、りもすけさんハートありがとうございます。うん、5.3 の商品多い。そうなんだ、初めて見た。容器を見るってことしないから。でも 5.3g って調べたら、この私が使ってる美容液しか出てこない。
キリンさんの卒業シングルは私たちも知らないです。いつも言うんですけど、私たちメンバーも本当にあれなんですよ、教えてもらったことがないそうだから本当にファンの皆さんと一緒に知るので、いつもどんだけハルピョンのことを深掘りしても無駄ですすいません、何も出てこない。あ、でも一個だけ、これまだ内緒ね、ここ見てくれてるみんなだけね、内緒ね。これはちょ、これ言っていいのかも分かんないけど、なんか言いたいから言っちゃうんですけど、一個だけ知ってることをあって、そう、え、マジで言わないでくださいね。センターがゆきりんさんらしいそう、知ってました皆さん。そうらしいですよ、そう、びっくり。でもさ、やっぱさ、いいよね見てみたいって思ってたからさ、そう、単独、しかも単独センター、そう、え、言わないでくださいね、私の配信で聞いたって、マジでやめさせられる、ダメですよ、みんな内緒で。両親には今、分かった、親だけね、親だけで、親にも口止めしといてね、ちゃんと、絶対内緒ね。親友には言わないでください、親友にも言っちゃダメ、身内ならいいよ。ツイートは絶対ダメ、しないで、絶対しないで、本当にダメ。乗ってくれる人ありがとう、みんな乗ってくれた人みんなありがとう。モリグさん、ハートありがとうございます。えっ、 AKB って総監督変わんの、知らなかった。えっ、高見菜さんじゃないんですか。えっ、変わるの。え、誰になるんですか。そうなんだ。え、言っちゃダメよ、言っちゃったじゃん、言っちゃったじゃん、ちょっと先に言っちゃダメって言ったよ。
電話来た。もう飽きた。ありがとう。付き合ってくれた人ありがとう。ごめん、充電ないって言われた。もう秘密情報言っちゃったからバンされたじゃん。嘘嘘。母さん、小西さん、水さん、防波堤さん、コロポックルさん、ハートありがとうございます。何食べてるの？お弁当。レッスンありがとう。でもレッスンより自主練、なんかひーちゃんの卒コンの自主練してたんですけど、そっちの方が疲れた。今日は7曲やってきました、自主練。てかここ最近ずっとこう振り起こしとかしてた曲のやつを立ち位置に入ってやったりとかって感じ。だからゼロから起こしたのは一個。途中30分ぐらいの、30分45分ぐらいの休憩挟みつつ挟みつつ1回だけ挟んで、明日は今日より4度下がる。え？今日めっちゃ寒かったのにまた寒くなるの？やだ。やだ。明日自習練したいのに。
行くのやめようかな。でも行かなきゃできない。けいまさきさん、アルバンさん、ハートありがとう。今日はご飯食べてドボンかプレゼント開封かどっちかをしようと思ってます。どっちか。一応ここにプレゼントは持ってきてる。でもドッポンタイムやってない。やんなきゃ。まあ、どっちかやるんで待ってて。待っててください。ハピョンはお腹が空いてます。あ、そうだ、昨日の全身写真さっき送った。届いてる？お休みメールでのやつ送ったんだけど、昨日おやすをくれなかったやつ。え、もう20分前ぐらいなんだけど送ったの。もうそろかな。9時半になっても届かなかったらなんで？こんばん、ハルピョン届いたら教えてください。
か多分原因は、なんか全身写真ばっかり送られてなかったんで、なんでだろうと思って、そうお代理とかマサイマユちゃんとのツーショットは遅れてたのにって思って、何が違うんだろうって思って確認したら、カメラのアプリが違うなってなって、2人のと撮ったやつはカメラのアプリを使ってるんですけど、最近ユキリンさんめっちゃハルピョンのこと褒めてくれて嬉しいです。え待って、いつ、私ユキリンさんと一切交流ないよ最近。いつ褒めてます、私本当にピョン違いじゃなくて私のこと。え本当に最近マジで交流ないですけど、どのタイミング？え詳しく、詳しくとかメールとかだったら、あの私にだけインスタの DM かリバースの DM で教えてって感じなんだけど、え本当に私ピョン違いじゃなくて、握手会？え？ちょっとどっかいなくならないでもらっていいですか？ちょっとすいません、あこんばんハルピョン来た、よかった、ちょっと待って、もう今話がいっぱい迷子してる、メールが送られてない話もだし、もう何どれもう難しいからやめようこの話。でも褒められてるんだったら嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです。絶対ここ最近の幅が1年、なるほどねめっちゃあれの武道館の時とか、なんかあれの時とかは褒めてくださってたのは知ってるけど、ここ最近なんだっけ、あそう送られてなかった原因が、なんかツーショットは送られてたのにみたいな、なんであれで送られないんだろうって思ったら、その全身写真は iPhone の純正のカメラで撮ってたんですね。よくあるそのアプリとか使わずに、まあカメラアプリって言ったらカメラアプリなんですけど、なんて言うんだろう、よくある携帯のカメラあるじゃないですか。ひさがさん、くまありがとうございます、ありがとう。そうそれだから普通のカメラで撮ってるやつだけが送られてなくて、そう iPhone ので、それって何かっていうと、その JPEG じゃないんですよ、 iPhone のなんていうんですか、カメラで撮ると JPEG じゃなくて、なんて読むんだろうあれは、調べて、ヒーフって読むらしくて、そう読むらしくてっていうかヒーフなんですよ、そうヒーフだったの。だから拡張子が違ったんですよ要するに、地上寺ひかるさんハートありがとうございます。そうヒーフ H-E-I-F
ヒーフだったんですよ私が。え、めっちゃヘイクって言われてる。違う違う、それは C のやつでしょ。 F そうだからなんか違ってて、それが原因でヒーフです。今私調べました、ヒーフですはい、ここで学んでください。そう、 iPhone で撮るとそれになっちゃってて、だから送れなくて、そうなので、それをあの全部 JPEG に拡張子変換みたいなのをして送りました。多分今はもう設定で JPEG に変えたはず。毎回変えるのめんどいから。そう、もう JPEG に変えました。普通に携帯で撮っても JPEG で保存できるようにもう変えたので、今後は大丈夫なんですけど、そうめっちゃ大変だった、全部変えるの大変すぎた。寒かった。え、そういうこと？じゃあ後からさ、ポートレートにするとかできなくなるってこと？これから。ちょっと待って、あ、できるやん、全然できるやん。よかった。まあとりあえず今後はもう送られるので、でもこれまでも別に普通に送ってたのに何が変わったんだろうっていうのは分かんないんですけど、そう、 iPhone 純正で撮ったやつも全身写真とか、え、しかもなんならさ、それも変えたわ。そう、なんでなんだろうとは思ったんですけど、でもこれからちゃんと送られるように、設定変えたので、大丈夫です。だったんだろう。わかりません。
というか多分私のパスあれメールからなんていうのメールからメールには多分送れるんですけど、一回そのあれを経由するからスタッフさんのそのメールのやつを多分経由するからいけなさそうで、私の普通にメールアドレスには送れました。そうで、その写真もちゃんと開けた。そうだから多分一回それを経由することで多分エラーが起きちゃうみたいな感じっぽくって、でももう治ったよ。お騒がせ。うん、おいしいけどもうお腹いっぱい。でもあと二口ぐらい。一口でいけるかな。うん。何もしたくない。ドボンは明日にしようかな。うん。9時10時ゴールデンベッドタイム。今日もやる？うん。今何日？今日もやろ。あれしなきゃ。いい順位取らなきゃ。いい順位取らなきゃ。11月30から全くやってない。おいおいおい、うち先月やったよね、ちゃんと。
最後にやったの17日前、先月やってる。えらい。ファンの皆さんは1位から10位の各メンバーのユーザーランキング上位5名に対しドボンクオーカー、え、これ私がさ5位とかになったらさクオカードもらえるのかな。え、そういうイベントやってるってことですよね皆さん。もらえんのかな、うちこれ。え、ちょっと頑張っちゃおうかな。クオカード現金な女。ちょ、一旦ガチャ引こう。私どこにいるの。ピックアップ2。私2にいる。私1、私2にいるのね。2回します。ひーちゃんめっちゃ出る。ひーちゃん3枚揃った、すご。え、これもらえんのかな、うちらって。どうなんだろう。え、しかもウサギじゃんカード。え、なんかこれ、このハルピョンめっちゃデブに見える。やば、このカード無理、嫌い。めっちゃデブに見える。え、もらえ、確かにもらえたらずるいか。確かに。あ、ハルピョンのシークレット出た、嬉しい、満足。確かにね、もらえたらずるいか。じゃあ私が1位になったとしてもあれか、5位以下の人がゲットするだけか。え、ノーマルが出ないってどういうこと。めっちゃおもろい。ノーマルが一番出ない。まあいいや。確かにそうか、そうっぽそう。とりあえずやろう。10時までやってみる。嬉しい、みんなが久しぶりにやろうって言ってくれて。そうだよ、5000円のクオカードだよ。結構大きい。すごい、ハルピョンが全くやってなくても300人ぐらいの人がやってくれてるの嬉しい、ありがとう。全然やってなかったのに。ダメらしい。お、すごい。ぴょんぴょんぴょん。ぴょんぴょんぴょん。
ぴょんぴょんぴょん。ぴょんぴょんぴょん。早く。ハートがいいんだよ、私は。ハートがいいのに、ハートから色変えられたからね、君に今。なんで今、ハチを出すの？ねえねえねえ。ねえ、早くして。早くして、出すの。これ誰なんだろう。めっちゃ忖度されてるけど。めっちゃ忖度されてるけど。自分クオカード狙える圏内にいたんだ。今知りました。待てろ。待てろ。待てろ。オートはね、そう、誰かが代わりにやってくれてる。そうです。そう、誰かが代わりにやってくれてるんです。そうね、ハートはね、みんな、でも多分しばらくないとは思うけど、多分ライブのイベント、みんなの好きな感じで。でもなるべくなんかめっちゃ使わないってね。めっちゃ使うわ、やめてね。めっちゃもう大量に使うわ。待て待てやってなっちゃうから。そう、本気です、今月みたいな時に大変になるから。やばい、みんなが頑張りすぎてて私全然上に上がれない。つらい。半月触らないと。そうね、もうこの今ゴールデンベッドタイムに頑張る。貴族パン。すごくない？うちドボン上がり、ドボン、すごくない？結構いい。30人抜き。
どうやったらハルピョンとできるの？どうやったら音合わせ。え、ほらまたドボーンできた。すごくない？ちょっと順調。ちょっと順調。自分よりオートの方が強い。あ、時と場合によると思いますよ。だって私オートじゃなくて今ドボン上がりドボンドボンですもん。めちゃめちゃピョンズさんたちと、え、そのさピョンズとさ、あ、待って、さっき見てるわ。なんかドボンを見ただけのやつもあったわ、そういえば。ピョンズと当たってる時ってさ、ピョンズ同士だと皆さんなんかスタンプとかするんですか？ちょ、ごめん、疑問、ただ疑問。最初の挨拶します、もちろんです。ほら私はさ知らないじゃないですか、自分、そのファンの人だけっていう、なんていうの、ファンの人だけっていう状態を知らないから、私は絶対自分が入ることで絶対メンバーが生まれてくる、メンバーっていう枠が生まれてきちゃうわけで、そう、ファンの人だけの対戦を知らないのでどんな感じなんだろうと思って。でも挨拶があるんだ一応。オールピョンズなんかありそう。ママのスマホで、あー、めんどいからいいや。むしろピョンと対戦してる時の方が押して、おい押せってかあれ以上に押してんの、やば。もうなんか今日ずっとさ右目のコンタクトの調子がずっと悪くてさ、めっちゃさっきさ入れ直したのにめっちゃまだなんか違和感。スキップ。
なんて読むんだろう、ゾフ。あ、赤ちゃんだよ。ドボだて。金色だるまありがとう。違和感。立ててたのに。あ、立たない。すごい、めっちゃはこんにちはハルピョン押してくれる人いるけど。この人うちのカードじゃない。ピョンズ3人かピョンズ0人。今このカードこのターンピョンズ0だから。ありがとう。頑張れ。今日中にこのあと13分で100いくかな。100い。無理かな。でもそんな簡単にいかれちゃうみんなイライラするよね。大そう。ムカつかない？ムカつかれないですか私。ね、コンタクトやだ。もうでもメガネない。ちゃんと裏と表も合ってんのに、もう外そう。後で洗浄します。コメント見えな。見えるけど。さっきより見えない。そりゃそう。今は150位。ピョンズピョンズピョンズピョンピョンピョン。ムカつかない、しょうがないってなります。コンタクトがでもなんかまだまつげかな。見てますよコメント。さっきより見えなくなっただけ。あとでアイボンします。今日の夜アイボンして寝る。
時計機能、何時計機能って。ショールーム？え？どういうこと？進化した？もしや。なんだろう時計機能。え、ドボン時計機能なんてある？ハルピョンと時計合わせるゲーム用？あ、そういうこと？どういうこと？そういうこと？どういうこと？バカ。めっちゃバカがいた今。そういうこと？どういうこと？あ、みんなが合ってるからなんでドボンで会えてるのってこと？もうね、熟練の技。これに関しては本当に ドボンってさ、いろんな音が出るじゃないですか。だからもう本当に人によってなんですけど、例えばじゃあ OK のタイミング、私がその試合終わった瞬間に試合スタート、試合っていうかスタートしたらちょうどタイミング合う人もいれば、私がゲームスタートボタン、なんかポンみたいな音が鳴った瞬間にゲームスタートしたらいける人もいればみたいな。そう、もう人をそうなんだよね。そう、もうなんか熟練の技。どんどんみんなプロになっていく。この音合わせの、ハルピョンと配信しながらドボンしてるとそのうちプロれるから大丈夫。遅延モード教えてあげて、みんなどこにあるか。私も知らない。遅延モード探してるらしい。私もわかんない。ピョンズしかやってないってぐらいピョンズと当たる。だからそう、ピョンズとより当たるようになってきたらなんか、あ、自分合ってるんだって思えますよね。自分のタイミング合ってるんだって思える。ハート、ありがとう。あ、超遅延モードってどういうこと？めっちゃ遅くなるよってこと？めっちゃ遅延が生まれますよってこと？いや、そんなわけないが、普通逆だよね。でも言葉の意味的には超遅延モードってそういうことじゃない？めっちゃめっちゃ遅くなりますよ。言葉だけを聞いたら、超低遅延ね。なるほどね。遅延が低いよってことか。めっちゃおもろい。
超遅延モード誰もやらないって、誰もやりたくないよねそんなモード クラブありがとう、ナイス。もう眠い。昨日も2時ぐらい、3時ぐらい、2時半、2時ぐらいに寝た。ぴょんぴょんぴょんだ。お風呂入りたい。ダメ。ダメ。たくさんいる。お、そこです。スルーパス出した。え、マジでめっちゃいいパスと思ったのにドボンされてた。かわいそう。ダイヤぴょんぴょんぴょんだ。またまた。ねえ、1分に1回コメントしてお風呂入りたいって言った人入ってないか確認するためにし1分に1回コメントして入ってないことをハルピョンにちゃんと知らしめて。あ、コメント来ない。もう入ったな。温泉のが来た1分に1回コメントをして。入りながらコメント無理でしょ。30秒に1回でもいいよ。もっとしたいじゃんコメント思うじゃん。だからそこまでマークされるの羨ましいので僕もお風呂入ろうかな。ダメ。はい、あなたは45秒に1回。好きな入浴剤はありますか。好きなのはないけどいっぱい家に入浴剤はあって、でも子供の頃から使ってる入浴剤はバブです。バブを使ってます。あのハワイアンズに行った時にハワイアンズ入浴剤みたいなの買ったじゃないですか。最近聞いたよね。でそうお土産みたいな感じで買ったと思うんですけど、それはなんと一回も使ってない。開けてもないですまだバブユーズ。わかる、いいよね。え、まだ1分経たない。音合わせ難しい。頑張って頑張
張ってとしか言えない。バブは最後の方崩す、我慢する。あーあーむずいな。あ、終わっちゃった。ボーナスタイムになっちゃった。むずいな。どっちもあります。崩す時もあればそのままの時もあります。え、待って、ボーナスタイムになったってことは10時なのでメールを送らないといけない。誰もスタンプ返してくれない。ディスクさん、ハートありがとうございます。お風呂で頭いっぱいで、お風呂関係の質問しか、いや別にお風呂関係でいいですよ。バブって湯船に入れたらすぐに溶けると思ってた。使ってない、使ったことない。使ってみ一回。でも最近私もまず湯船に入らないんですよね。橋本さん入れよって、マジ本当に入った方がいいのは分かってるんだけど、なんかでも入った日は確かにめっちゃ気持ちいいと思うんだけど、でもなんかね入らない。え、この中でもう毎日湯船入ってますって人っているんですか？そんな人っているんですか？毎日入ってる、やば、冬は毎日、すごっ。私はもうそういうあれなんですよね。別にもともと人生そういう人生なの、うち橋本家。そうだからあんまりあれかも、湯船に入ってで来なかった生活。うちは水道代固定だからお湯入れるけどめんどい。え、でもガス代はかかるやん。どんだけ使っても水道代一緒ってこと？それってもうじゃあもう永遠に水流しっぱなしでも水道代一緒ってこと？え、そういうことですよね。すごっ、地球には悪いけど節約で入らない。いや全然節約とかじゃないです、全く入る気持ちが大きな、なんだろうね、なんでなんだろうね。いや別にでもお風呂が嫌いなわけじゃないですよ。湯船が嫌いなわけじゃなくて、例えばじゃあそれこそあの小脇園さん行かせていただいた時は大浴場にまで入りに行きました、わざわざ。ちょっと今は無理ですね。ちょっと待ってくださいね。スタッフさんですね。
失礼いたしました。全然大丈夫。あのさっきのリバースで言ってたやつあったじゃん、あれの話。そう、どこまでの間柄だったら一緒に温泉入れますか。え、どこまででも無理です、すいません。他人むしろもう他人。他人の方が入れる。知らないおじいちゃんおじいちゃんとは入っちゃダメか。よく私言っちゃうんですよね、おじいちゃんおばあちゃんって。そう、知らないおばあちゃんとかなら入れる他人だけどプラスおばあちゃん。そうだったら入れます。メンバーとか家族、家族はまあ、はい、まあしょうがないじゃん、もう一緒に温泉とか行っちゃったらさ、ママとは入るしかないけどさ。え、高校からだと絶対嫌だ。マイボディに自信があれば入ったかもしれないですけど、絶対入りたくない絶対入りたくない。全部無理。え、だってさ、考えてみ、ラですよやめて、そんな話させないで。メール送らせて、ちょっと一回メール送る。てか右手冷たすぎて文字打てない。ドボン終わろう。もう100いけなかったけど。ちょっと無理、待って、本当に右手かじかんでる。左手はさ、こたつの中入れとれたけどさ、右手かじかんどる。え、大浴場に行ったのは一人で行きました。したら真帆ちゃんとずんちゃんが先に入ってたけど、ちょうど上がるタイミングで、というか見計らってめっちゃ見計らって行ったら入ってたんですよ、2人見えて。そう、入ってるなと思って、でちょっと、まあ、ちょっと脱衣所のところでそう、他周り誰もいなかったんで、で2人の荷物しかなかったんで、あ、2人しかいないんだなと思って、ちょっと脱衣所のところで待って、先に2人がメイクだったので、そう、どっちにしろ早く上がるっていうのは分かってたから、そう、先に2人がメイクだったし、だから次の日の朝の話ね、これ今
そう、配信撮影が終わった後の話ね。撮影終わった次の日の朝の話。そうだからとりあえず私はちょっと脱衣所で待ち、そう夜はねもうあの宴会芸とかやってたらもうだその大浴場とか行ける時間じゃなかったんですよ。もう時間が押し押しで、そうそうそう、もう大浴場閉まってる時間だったので、そうだからでちょっと待って、さすがにそろそろ行かないともうメイク時間アウトだよね2人みたいな時間になった時に入ろうと思ってお洋服を脱ぎ脱ぎしてたらちょうど2人が上がってきて、ちょうど入れ違いって感じだからもうあの小涌園の大浴場独り占めしてた、うちドッポン独り占めしてたマジで。本当にマジでそう、さすがにドボーンはしてないけどチャポンだけど。うまいこと言ってる、うちすご、私的には全然のんびり入る、先にそのそれこそさっきも言ったけどそのメイク時間がね、やっぱメイクさんもね人があれですから、人が人数限られてるので先に2人がメイクだったので私は2人がメイクしてる時間プラスで、お風呂入れた。修学旅行小涌園泊まった、やばマジ、えどんなリッチな学校なの。すごすぎない、どんなリッチな学校通ってんの。メールは一応時間内には送ったけど、ちょっともしかしたらあれかも、ギリかも、どうだろう。え小涌園めっちゃ高かったよ、一泊二日2万とか言ってなかった、あれ誰かおりんちゃんだったかずんちゃんだったか忘れたけど、あれでナレーションでそんなとこに泊まったんうちらと思ってびっくりした。ひーうん、でなんだっけ、そう入りました、温泉お風呂入りましたよって話。だからそういうなんか大浴場とかなんて言うんだろう、あるところというか、まあ、ホテルとかも大体基本入りますね、湯船浸かる。何がめんどいのかな、
そうでもめっちゃ見計らってた、行くかなどうだろうみたいな、みんな行くかなこの時間だったら、いやでも多分この時間に行っても人はみたいな、きっとあみたいな、時間が無駄、何なんだろうね、なんでなんだろう、分かんないや。でも会ったら入りたい気持ちだから、何時間何なんだろう、なんかあるなら入るけどみたいな感じかな、せっかくあるならもったいないから入るけどみたいな感じかも、うん、ですね。そう別にシャワーでいいやって思っちゃう。どうしよう、プレゼント開封全然なんか寒くて腕出す気になれない今寒くて手出す気になれないんだよね。手紙だけ読もう、みんなのこれと、写真、手紙、手紙、これも手紙、これは手紙というよりメモ、手紙というよりメモ、手入れたままこれ目だけ折って読めばいいから、うん、いい、社会人2年目だって、頑張れ、頑張れ社会人、あれなんだ、あれの手だ、あれの手ってか2023年の年末のあれだ、みんな ありがとう、ありがとう、ポストカード、続いてめっちゃ良いお年をって書いてる、みんな全然良いお年ありがとう、おもろい、シマエナガの便箋かわいすぎ、仕方ない仕方ない、マジ、あやばい、11枚あるって、並べ後でいいや、ちょっとゆっくり、
私めっちゃ読むの早い。あ、ピンクのフリフリはもういけません。部屋寒い。相談乗ってくれるの？相談乗りますよ。相談乗れるか分かんないけど相談乗ります。捨ててください。待って、読まずに捨てろって言われた。いける。こんばんは。読まずに捨てるのはヤギさん。読まずに食べるでしょ。読まずに食べた。ちなみに私のお手紙は劇場宛てに送っていただいたりとか、劇場に届けていただけたらこちら手元に来るので、ありがとうございます。おやす来た、あ、よかった。めっちゃおもろ。めっちゃおもろ。ピンポン入った。あ、そう、ピンポン入ったら直接手紙とかプレゼントいただけます。そうです。正解。ピンポンピンポン大正解。え、そうだよ、私何回かお手紙プレゼント何回か2回ぐらい数え切れる程度。まずピンポン入ってる人がマジでほんと5人6人ぐらいだよ。私多分まだ2桁いってなさそう。どういうこと？ちょっと待って、今ピンポンの話してたらもう分かんなくなっちゃった。
11枚読んだ。この間3人、確かにこの間3人いた。そう考えたらそうでもないか。でもギリ多分一桁ぐらい、8人ぐらい。お金払うしチェキ取れなくていいから直接渡す、めっちゃおもろい。読むの早い、早いっすか。あ、でもそんななんか11枚ってそんななんかみんなが思ってる、だからみんなが思ってる5枚ぐらい、便箋のサイズ感。でも愛がこもった、こもってますよね。ありがとうございます。愛こもってますよね。手紙書いてピンポン入らないと辛い。いや、それは別に普通に手紙はあのピンポンあれですよ、ピンポン入らないと手紙は私の元に届かないわけじゃないので、普通にあの置いといてくれれば私の元には届くんで、はい、あれですよ、ちゃんと直接渡したくて手紙書いたのにっていう感じだったらちょっと確かに辛いけど、うん、手紙書く人が苦手な人はぜひ直接握手会。あ、こちら今再販やってます。あのあれだよね、残りわずかまで、残りわずか、ちょっと後で言うわ。でも直接もらえるけど、あのこうやって見ることはできないです。直接わーっては見れないです。はい。ありがとうって受け取るだけで、それ持ってこうあれはできるよって言われそう、撮ったり写真撮ったりとか、別に持たずにチェキか撮ったりとかできはするんですけど、絶対手渡ししたくて気合でピンポン、ありがとうありがとう、直接もらえた感謝。すごいね、伝わらなさそう、ありがとう。伝わってなさそうこの感謝。待って、いっぱいプレゼントの内容書いてくれてるけど、手紙と別にしちゃったから写真先を撮っとこう。ちょっと今日開封する気持ちじゃなくなっちゃった。検閲ありますよ、はい、直接もらった後に検閲はあります。はい、ね、すごい、これ見せたら怒りそう、見せたら怒りそうだけど見せていい。プレゼントもお手紙も検閲はそりゃありますよ。
もう私のもんだもんねこれ。これもううちの私物だから私が配信で見せようと見せまいと私の自由だよね。夜公演の後とかだと検閲で帰るの、いや全然多分待たないですよ、全然全く。多分うちらが荷物とか片してる時間にスタッフさん検閲してくれると思う。でもなんかめっちゃもう全員がそうとかだったらちょっと厳いかもだけど、さすがにそれはないから大丈夫だと思います。ありがとう。見てすごくない、うちの年賀状よりもすげえ竜っぽい。24だし2024年だからすげえ。もうこれうちのだから別に配信でどう見せようと、橋本春菜の自由。ジャイアンみたいこと言ってる。 T シャツにして、確かに私生誕 T 毎年さ別にさなんか考えなくてもさいつも年の T シャツにすればよかった、そのなんていうの、干支の T シャツ。確かに。確かにね。したらいつも1月にはもう書き終わってる。それもありだったな。いやでも私のマジでなんかもう人生最大の人生最大の、いやマジこの T シャツのデザインうますぎやろって思ったんはやっぱあのトランプ周りにあるやつやな。あれだけは結構ドヤ顔で着れるデザイン。確かに生誕って色でもまあ色ぐらいは減らせばなんとかなる。3色だっけ。まあ今年も考えなきゃいけない時がそろそろ来るので考えたいと思います。ということでそれではプレゼントは明日にします。ちょっと疲れちゃった。ちょっと疲れちゃったので明日開封します。それではランキングいきます。1位ひさがさんありがとうございます、ありがとう。2位サプライズレバーさん、あ待ってなんかの話、あそうだ残りわずか、待ってあとで言うね。サプライズレバーさんありがとうございます。3位鉄道ナイターと年男ドボンライブ応募しましたさんありがとうございます。4位直吉さんありがとうございます。5位哲也とハルピョン大大大好きさんありがとうございます。6位ギャローさんありがとうございます。7位一条寺ひかるさんありがとうございます。8位マックミックさんありがとうございます。9位菊池直久さんありがとうございます。10位トラックヤローとゴリさんありがとうございます。11位バンボシさんありがとうございます。12位ともゆきさんありがとうございます。13位くじのだいごさんありがとうございます。
そして残りわずかまで残りわずかみたいなやつが待ってね、今日もらったんですよ。でもなんかそのスタッフさんからもらった表には残りわずかって書いてあるんですけど、ファンの皆さんに聞いたら残りわずかじゃないみたいな、残りわずかありませんみたいな言われたので、ちょっとまた最新のが出たらくださいっては言ってるんですけど、そうでもこっちが最新むずいよね、どうなんだろう。だからとりあえず残りわずかって書いてあるやつももう少しっていう感じで伝えるんですけど、後で文面にもしますね。まず3月23日の第5部、今残りわずかまでもう少しを言ってます。3月23日の第5部、そして4月13日の第7部そして5月11日の第7部そして5月11日の第9部そしてこちら最後だけ握手会で5月25日の第4部でございます。今 1,2,3,4,5 5個言った。そんな感じです。なのでちょっとおすすめとどれぐらいリンクしてるのかわからないんですけど、どうなんだろう、どんな感じ、おすすめとのリンクの感じ。3月23の第3月23第5部を残りわずかまでもう少しちゃんとおすすめだから、3月24第おすすめ、4月13なんか進めてないけど売れてる、嬉しい、進めてないけど売れてる。5月11第7部進めてないけど売れてる、嬉しい。5月25はもう全部おすすめなんで来てください。後で文面にもしてあれするんですけど、ぜひよろしくお願いします。ということで今日もありがとうございました。またやっとお風呂入れる、ダメだよ1分に1回ハルピョにリバースしてやば、嘘、お風呂入ってください、どうぞ、すいません、入ってください。皆さんありがとうございました。とりあえず私もお風呂入って歯磨いて今日は寝ます。明日起きてちょっとやって自主練しに行ってですね、頑張ります。ということでそれでは今日はもう寝ます。お風呂入って寝る準備して寝ます。おやすみ。最後に
キャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで8451盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、というわけで出身ぴょんぴょんこと橋本春奈でした。ありがとうございました。おやすみ。明日も夜だと思う配信。なんか練習に飽きたら昼とか急にするかもだけど、夜やります。あ、プレゼント開封だから夜、夜だわ、うん、バイバーイ、おやすみ。